こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、2007年の3月に千葉県の市川市で起こった林税アン・ホーカーさん殺害事件という事件についてお話しします。この事件は知らない人はもういないですよね。市橋達也という当時28歳の男がイギリス人の英会話の先生をしていた22歳の林税アン・ホーカーさんを千葉県市川市の自宅内で殺害をして、その遺体をベランダの浴槽の中に入れた。で、林税さんが、家に帰ってこない。で、英会話のスクールに来ないということでおかしいなとなって、警察が林税さんの家を調べたら、そこにですね、市橋が書いたメモが残っていた。この人怪しいんじゃないというので、警察が千葉県市川市にある市橋達也の住んでいるマンションの部屋に行ったらですね、市橋は警察官を振り切って逃げた。警察官も追っかけたんですけど逃がしてしまった。で、市橋自身はそこから逃避行を始めてですね、東北の方行ったり、大阪の方来てみたり、福岡行ってみたり、名古屋で整形手術したり、沖縄の離島で暮らしてみたり、2年7ヶ月逃亡を続けました。警察は市橋は取り逃がしてしまったんですが、市橋のマンションのベランダに置いてあった浴槽内に林税アン・ホーカーさんの遺体を見つけます。イギリスの方からはですね、林税さんのご家族もやってきて、日本のマスコミに対して記者会見を開いたりして、なんとか娘を、殺害した犯人を捕まえてほしいというようなことを言いました。で、警察とか林税さんのご家族とか、支援者が市橋を逮捕をする時の有力な、情報を教えてくれた人には報奨金1000万円を渡しますと、いうようなことを言いました。で、市橋自身は自分の唇をハサミで切ってみたり、鼻にですね糸を通して、で鼻をちょっと形を変えてみたりしながらですね、あとほくろを自分で、そぎ落としたりですね、我流の整形手術をして顔を変えて2年7ヶ月逃亡を続けました。なんですけど、2009年の11月の5日にですね、名古屋の方の美容整形のお医者さんが、あれ、うちに来た人、あの人怪しいな、手配書に書いていた右の頬に2つのほくろあるやん、それを取った跡があるやん、怪しいということで警察に通報しまして、市橋が整形手術をした後の写真が、日本中にぶわっと広まりました。その時覚えてますよね。めっちゃ顔変わってるやん。それまでちょっとツンとした顔やったのが、ちょっと優しい感じの顔になってて、と思ったんですが、でその5日後、2009年の11月10日に大阪の南港の方のフェリーターミナルで、もともと市橋は沖縄の方に行く船にですね、神戸から乗ろうとしてたんですが、それが欠航になって、大阪の方からは沖縄に向かう船が出ますよということで、市橋は神戸から大阪の方にですね、フェリーに乗りにやってきたんですね。で、フェリー会社の人が警察に「市橋に似たやつが多分もうすぐ来ます」というので、警察が張り込みをして、市橋が逃亡から2年7ヶ月後、2009年の11月10日に逮捕されました。でその後、裁判が行われて、2012年ぐらいに、最終的に、無期懲役が確定しました。無期懲役なんで、いまだ市橋達也は刑務所に服役しています。もうね45歳6歳ぐらいじゃないかなと思います。年齢的に言うとですね、ちょうど同い年というか同世代なんですけども、で結構やっぱこの事件はですね、行ったことの残酷さレベル、人が亡くなっているので、残酷さレベルをもうつけるのが完全に不謹慎なんですけど、その残酷さレベルでいうとそんなむちゃくちゃ高いわけではないんですけれども、やっぱかなり話題になりましたね。2年7ヶ月逃亡を続けた、自分で整形手術をしたりですね、なんやったら沖縄の離島で暮らしてですね、そこで自給自足の生活をしようとしてたりですね、あと大阪の西成の方で働いてみたり、福岡で働いてみたりですね、東北をうろうろ逃亡を続けたりとかですね。でその後自分のそういう逃亡のエピソードを手記にしましてですね、出版しました。でこれがさらに映画化されまして、映画にもなってます。でさらにですね、この市橋のエピソードがですね、さまざまな映画の元ネタにもなってますよね。例えば2022年に公開された「探す」という映画。これは多分西成の方でですね、卓球スクールみたいなのをやっていたお父さんがある日突然いなくなるみたいな。でこの映画にも市橋を匂わせるような、人物が出てきたりとか、あと吉田修一という小説家の人の原作の「怒り」という映画なんですね。これかなり豪華キャストで森山未來とか松山ケンイチとか広瀬すずとか綾野剛とか宮崎葵とか、すごい人たちが出まくって、渡辺謙とかも出てたな。この映画もたくさんの事件をモチーフにしている映画なんですけれども、その中の一つにやっぱこのリンゼー・アン・ホーカーさん殺害事件の市橋達也の逃亡劇が元ネタになってたなと僕もちょっと記憶してます。で市橋自身が原作を書いたその手記を元にした映画はですね「アイアム市橋逮捕されるまで」というのが2013年に公開されてます。で何を言いたいかというとですね、実はこの間少し頂き女子リリちゃんこと渡辺舞の支援者の人たちの話もしたんですが、市橋達也にも支援者の女性がいまして、これは名前が明かされてないんですけれども、一人の女性がいましてですね、もともと市橋は千葉大学の園芸学部に通ってたんですね。でそこからゆくゆくはその庭ですね、造園を学ぶためにイギリスに留学したいっていうのもあって、そういったところから、このイギリス人のリンゼー・アン・ホーカーさんと知り合ったりもしてるわけなんですけれども、その千葉大学で市橋を教えていた恩師の教授がいるんですね。で、実はこの人空手もやってましてですね、市橋は空手の弟子でもあったと。で、この人が裁判の期間中は市橋達也を支援していたんです。全国から募金を集めてですね、それを弁護士先生に渡して、適正な裁判を受けれるように、そのやったことは許されない悪いことだけど、少なくとも適正な裁判を受けれるようにという支援はしてたんですね。でその支援者の中の一人の女性が、市橋とですねぐーっと近づいて、その女性は支援の会からは脱退して、で市橋もうこの人としかもう会わなくなって、でおそらくもう2人は養子縁組などもされてると思うんですが、もう今の市橋の状況を基本的に連絡を取り合って、知り得てるのは、ご両親とこの支援者の女性だけなんじゃないかと、いうようなことを言われています。その話なんかをちょっとね後ほどまた改めてしたいなというふうに思います。現場に行ってまいりました。先日関東方面でですね、いくつか事件現場を回った時に一番最初に行ったのがこの千葉県市川市のリンゼー・アン・ホーカーさんの事件が起こった当時市橋達也が住んでいたマンション。これ今もあるんですね。これ1979年とかに建てられた地上7階建てのマンションです。いわゆる賃貸マンションではなくて、売られたマンション、分譲マンションってやつですね。なので今僕が多分住みたいって言ってもですね、ちょっとホームズとかなんか不動産情報のサイトを調べたんですけど、売りには出てるんですけど賃貸で借りることはできません。だから築45年とかになるんですよね。まあ、かなり古い物件なんですけど、今でもね一部屋売りが出てるんですけど2090万円です。千葉県市川市、いかがですか？お買い得やと思いますよ。むちゃくちゃ広いですからね。どれぐらい広いんかな、ちょっと見てみよう。マンション名はちょっと一回置いとくとして、そうやな、やっぱ地区はすごいな。駅から徒歩11分です。 3LDK です。広いっすよ。占有面積は63平米、リビングダイニングキッチンが10畳で、5畳ぐらいの部屋が3つあって、で風呂トイレ別でしょ。で全部の部屋にクローゼットついてますし、キッチンはカウンターキッチンになってますんで、まあ築45年とかですけどきっちりリフォームはなされてるという、そういうところなんですよね。でもそれぐらいの年数で、ね、これぐらいの広さで今でも2000万ってやっぱすごいですね。やっぱ東京の方はマンションが高いんですね。でここはですね、実はその千葉県の市川市というところです。東京の、江東区とかですね、でそこからもうちょっと右に行った江戸川区からほんのすぐ近く、川一本を挟んだぐらいですね。東京メトロの東西線の行徳駅っていうところから歩いて10分とかそれぐらいのところにあるマンションなんですね。で実はその千葉県の市川市というと、市川一家殺害事件、マンションでですね、5人家族の住む部屋に、関光彦という少年が来てですね、で一家4人を殺害して15歳の女の子を、性的暴行を加えたという事件なんですが、現場となったそっちは団地なんですけれども、そこともう自転車で10分ぐらいの距離です。むちゃくちゃ近いんですね。でこの千葉県市川市というところがめちゃくちゃ大きい市ですよね。人口が50万人弱ぐらい、大阪でいうとですねちょうど東大阪と同じぐらいの人口です。これ聞いて僕ねすごく親近感が湧いたというか、あ、ここは東大阪なんだと思うとですね、すごく全体的に腑に落ちたというか、街の雰囲気ですねとか、その工場が結構いっぱいあるとかですね、その人の感じとかも含めてですね、あ、なるほどここは東大阪なんやと思うと、ストンと落ちました。この大都市、東京にすぐ近い、大阪にすぐ近い、ベッドタウンでもあるし、そこはそこで独自の産業もある、全然田舎じゃない町って感じのところですね。人が多いんでね、残酷な事件もたくさん起こってしまうのもそれは全く仕方がないですね。で市橋達也のご両親はですねお医者さんだったんですね。でこのマンションは分譲マンションなんで、親の名義でした。昔だから家族でここで住んでたのか、もしくはそのお父様とかがその資産形成のためにですね、要はその不動産投資するみたいな感じでここのマンションの一部屋を持ってたのか、もしくは息子千葉大学に通ってたんで、息子が千葉大学に通う時にですね、どうせ住むんやったらもうマンション買うといた方がええやろというので買い張ったのか、その辺はちょっとわからないですが、親の持ち物でした。で行ってきました。築45年なんでね、もうセキュリティは全然ないんです。入ろうと思ったらもう部屋の前まで行けるようなマンションです。行ってないですよ、さすがにそこまで行動力はないんですけれども、で周りをですね、徒歩でぐる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 回って様子は見てたんですね。明らかに怪しいやつですよね。4月の後半ぐらいですね。ちょうど金曜日の午後2時とかですね、周りでは小学校の子供たちが、小学生たちがですね、先生さよならみたいな感じで下校してるところでした。本当に活気のある感じで、何人か親御さんが迎えに来て、なんか「あ、ママ」みたいなので、自転車乗って一緒に帰ったりとか、そんなどこにでもある街の風景でした。で、マンションもたくさん建ってるような、住宅もたくさんあるようなとこにあるなんてことのないマンションです。で、事件となった部屋はですね、4階にある部屋なんですが、おそらく今も誰も住んでないんじゃないかなと思います。遠目に見てただけなんで、100% そうかって言われると分かんないですけど、何ていうんですかね、もうカーテンもかかってないし、マンションに何も物が置かれてないしっていう感じでした。多分誰も住んでないんかな今でもっていう。それ以外のベランダはですね、本当に洗濯物が干していたりとか、何だったらその子供のおもちゃが置いてあったりとか、生活してる雰囲気が分かるんですよね、ベランダから。でも事件現場となったその部屋のベランダは、おそらく人の生活しているような気配は感じられなかったです。つまり何が言いたいかというと、まだご両親が持ったままにしてんのかなという、そんなことを感じたということです。で、うろうろしてますとですね、本当に近隣の方にはご迷惑かけてしまって申し訳ないんですけど、おそらくこの人管理人さんだろうなという60代ぐらいの男性の方が、草むしりをされてました。ちょうどね、雑草が伸び始める時期なんですよね。この4月の後半から5月にかけてというね、雨降って天気良かったらもうニョキッと雑草が生える、それを丁寧にですね、手で雑草を抜いてゴミ袋に入れるみたいな作業をずっとされてました。お声がけするとご迷惑なんですけど、いつもお声がけをしてしまうんですよね。すいません、僕ポッドキャストで事件を扱っているものなんですが、この辺りで昔事件があったというので現場見に来ましたと。案の定「ああ」みたいな顔になるわけですよね。その人はね、すごい穏やかな感じで「ん?」みたいな感じでしたけど「あ、そうですか」みたいな感じでした。で、もし当時のこと何かご存知だったら教えてもらえませんかって言ったら、知ってることはいっぱいあるんだけど、当時から僕はここで働いてるから、でも当時から今まで、取材には一つも答えてないんだ、だから答えられないねって言われました。あ、すいませんでしたというので、帰ろうと思ったんですけど、1個だけちょっと気になったんでもう一回戻ってですね、もう多分嫌がってはるなのにしつこく聞くの申し訳なかったんですけど、ちなみに現場となった部屋は今でも持ち主の方変わってないんですかとだけちょっと聞きました。すると事件のことはたくさん知ってるけど、僕はそれは言わないけど、実は持ち主のことはもう僕は全然知らんねんと。その事件があった時も誰が持ち主やったか知らんし、今でも知らないと、いうことをおっしゃってました。あれ?会話してくれはんねやったら、これワンチャンもうちょっと聞いたら教えてくれるかなと思ったんですけど、もうそれぐらいにして「すいません、ありがとうございました」って言って引き上げました。結果何も聞けてないんですけどね、すいません。現場は本当そんな様子でした。ただ本当にこのマンションはですね、その事件現場となった4階の一部屋以外はもうほとんど全部誰かがもう暮らしてらっしゃるような感じ。やっぱ東京からも電車で45分とか通勤圏内ですよね。多くの方が今ではこの事件のことは記憶に残りながらも暮らしてらっしゃる、そんな場所なんだなというのが分かりました。で、そこ事件現場に関してはもうそれぐらいです。本当はね、大阪の茨城の方にですね、長らく住み込みしていた建設会社の寮とかが今でも残ってたりとかですね、南港のフェリーターミナル、逮捕された場所とかですね、沖縄ですね、長らくそこで暮らそうとしていた無人島とかですね、あと青森の方ですね、野宿していた場所とかですね、いろいろこの市橋にまつわる現場っていうのは全国にいろんなとこがあるんですけど、今後ね、近くに行く機会があったらちょっとまた見てみたいなというふうには思います。で、最後ですね、市橋を支援している人の話で、ぶっちゃけ市橋はですね、手記とかその後の映画化とかで多分2000万ぐらいは稼いでんじゃないかなと思います、事件に関してですね。で、その一部を実はそのリンゼン・アン・ホーカーさんのご遺族に渡すみたいな動きもあったんですけど、それは遺族側が受け取りを拒否したということで、その支援されている方がもうそのお金は募金したりとか、そんなことがあったということは、これはですね、その先ほどちょっと話しました市橋が通っていた千葉大学園芸学部の元教授のですね、これ本山さんという人がいるんですが、この人は事件が起こってから市橋が逮捕されて裁判が終わるまでの期間、市橋をずっと支援していたんですね。市橋君に適正な裁判を受けさせる支援の会みたいなのをやってて、なんか募金というかですね、そのカンパもう数百万集めて、実際それを弁護士の方にその渡して、その領収書公開とかしてるんですね。で、あと120万円ぐらいお金が残ってるのは、市橋が30年後ですね、もう30年後って言ってももっと短いかな、20年後ぐらいですね、刑務所からもし、出てくることができれば、そのお金を市橋君に渡したいと、いうようなことは、言ってはります。この方ですね、今でもブログをやっていまして、ご興味があればそのブログを見ることができます。ほとんど最近は写真ばっかりですけどね、近所を散歩してこんな花が咲いていたっていう写真が多いですけど、そういうブログは今でもやってはりますね。で、その人のブログの中にちょっと興味深いことが書かれてたのがですね、これが、2013年です。なので市橋の罪が決定して裁判が終わってから1年後ぐらいですね、こんな書き込み、2013年12月31日です。市橋達也君はどこかで元気に服役していると信じています。千葉拘置所にいた時はお正月には受刑者にも特別なご馳走が出たと言ってましたので、多分明日は、これ12月31日に書いてるんで、明日1月1日は1年が経ったことを感じるんじゃないでしょうか。彼の精神と肉体が元気であり続けることを祈りたいと思いますと、いうようなことを書いてます。で、この方の記事でちょっと気になるのが、ちょっと長いんですけどね、これちょっと紹介しますと、これも同じぐらいの時期に書かれてるんです。2013年頃ぐらいに書かれてるんですが、今日弁護士を通して分かった状況は、市橋君は〇〇弁護士とは連絡を取ったらしく、弁護団の中では〇〇弁護士だけは市橋君がどこで服役しているかご存知だということ。以前ブログで言及した元支援者で、その後は支援する会から離れて独自に熱心に支援活動を続けている恵子さんが現在も熱心に支援活動をしておられて、刑が確定後は市橋君と養子縁組をするか、婚姻届を出すかして親族という立場になられた可能性があるようです、が面会にも行っておられるとのこと。また市橋君の方も彼女だけの支援に依存しているということのようです。マインドコントロールという言葉が適切かどうか分かりませんが、東京高裁に上告してからそういう状態になって、市橋君と弁護団との信頼関係に齟齬が生じてしまっったようです。市橋君自身が弁護団よりもご両親よりも私を含めた支援の会の支援者よりも恵子さんを信頼し、これからは恵子さんに依存するという選択をしたのでしょう。個人情報ですから恵子さんについてこれ以上のことはここでは申し上げられません。ってことですね。で、まあこの時点でもう手記の印税は1000万ぐらいあったと。でこれはその林成さんのご遺族は「いらん」というふうに言って既に寄付したということなんですが、さらにそこからまだ映画化されたりとかですね、手記も造反されたりしてですね、プラス1000万ぐらいのお金が出てて、おそらくそれをこの恵子さんという人が管理されてるのかなと。でそれとは別に支援する会、これはその元教授の方ですね、元その恩師の方がカンパを集めた120万円ぐらいのお金がですね、市橋が刑務所から出てくる20年後ぐらいのためにこの教授が管理してるということです。あと最後に1個ですね、最新記事は2023年の7月にデイリー新潮に出てます。これは元受刑者の人が実は俺がおった刑務所に市橋おったよということをフリーライターを通じてデイリー新潮の記事にしているという記事です。でこれは長野刑務所です。長野刑務所で市橋はいてですね、当時44歳ぐらいになってたっていうことなんで、今45歳ぐらいかな。とにかく足が速かったと。で運動会があるけどその時はみんな「市橋頑張れ」と応援すると市橋はとんでもなく足が速いみたいな、そんなことを言ってましたね。あとは今でもですね、これは恵子さんだけなのかどうか分かりませんけれど、こうお金の差し入れが市橋には頻繁に届くと。でもう刑務所の受刑者の人たちはですね、どれぐらい自分がお金を持ってるかっていうのは分かるらしいんですね。そのカンパとかですね、あと自分が作業した部分で出てくるお金とかで日用品を買ったりすることができるんですけれども、市橋は多分100万以上持ってるってみんなが噂してると。あとお父さんとお母さんもちょこちょこ来てるみたいなことがこの記事の中に明かされています。で市橋がじゃあいつですね刑務所から出てくるかっていうことなんですけど、これはもう皆さんよく知ってると思うんですが、無期懲役になったら大体何年ぐらいで出てくるか。これは平均的に32、3年って感じです。32年10ヶ月が今の無期懲役の刑を受けた人の平均服役期間です。短い人はもっと短いし、長い人はもっと長いんですが、30年を下回る人っていうのは稀だと。でこれはですね、今日本の法律で、有期刑、懲役何年とか決まっているマックスが30年やからです。一応一発の刑で出てくるのは20年なんですけど、合わせ技でマックス30年っていうのがあるんで、これよりは無期懲役は重いから30年よりは長く服役しましょうねという、そういう立て付けになってます。一応法律上はですね、10年経ったらその仮釈放申請みたいなのが行われて仮釈放の議論がされるという立て付けになってるんですが、実際の運用としては、30年よりは長く刑務所にいましょうねと、いうふうになってます。でもね、19年とかで出てくる人もいるんですよ。でもただそういう人って本当にもう90何歳とか。もうこのままおっても亡くなるだけみたいな人は、もうそれぐらいの年だったらもう再犯することもないしもう出てもいいよねという、そういうことになるそうです。なので、2012年がですね市橋達也の最終的な罪が確定したタイミングなんで、そこから30年なので2042年以降じゃないと市橋達也は出てこないと、いうことですね。それが長いんかどうかっていうのは皆さんがご判断していただければいいかなと思います。このとかくいろんな映画とかの題材になる市橋達也の、今の情報というかですね、この一番の近況は2023年のデイリー新潮の記事でした。はい、以上でございます。ありがとうございました。